バッターボックスは4番黒瀬。ホークス見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、ああいった形で先制できると流れも引き寄せられますからね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。初球ストライク。角度がありますよね。クロスファイアですよね。インコースストレート、際どいところに決めました。ノーボールツーストライク。打った、これもいったか。伸びていく、どうだ、はい、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。追い込まれてからの変化球、強引に引っ張ったあたりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。ソフトバンクホークス2対0になりました。ここ一番の集中力が光ります。ベンチではチームメイトに祝福され喜びを分かち合っています。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。初回から徐々にリードを広げています。クロセ、先ほどの打席でソロホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ボール先行、ランナー動いてくるか。3球目打ちました。右中間に大きな打球、さあどうだ、右中間破っていきました。バッターは4番クロセ。ホークスこの回2点を入れています。さあ4点をリードし、なおもその点差を広げていこうかというところです。インサイド落ちました。ファウルになります。内に持ってきました。さあ勝負してくるのか。打ちました、いい当たりだ。大きな打球になった。レフトポール直撃、ツーランホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。追い込まれてからの変化球、しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。追加点が入りました。ソフトバンクホークス6対0になりました。見事な一発が飛び出しました。ベンチではチームメイトに迎えられ盛り上がっています。ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランが出ました。いやー、うまく打ちましたね。これはこれは勝利に近づく追加点になったと言えるでしょう。打席には5番バッター黒瀬。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。二塁タッチもセーフ。内へ、これは決まった。低めの変化球空振り、ワンボールツーストライクです。大きな打球になった。レフトバックする、入った、ホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。大量リード、さらに広げる大きなスリーランホームランになりました。追加点が入りました。ソフトバンクホークス10対1。鮮やかなホームランを見せてくれました。ベンチではチームメイトに祝福され喜びを分かち合っています。